本日はドラディション12月1日代々木大会メインイベント発表記者会見に、ご列席誠にありがとうございます。そしてドラディション公式 YouTube チャンネルドラディション TV での生配信をご覧の皆様誠にありがとうございます。本日、記者会見をこの京王プラザホテルで行うことになりました。こちらご存知のように藤波辰爾選手、香織夫人と結婚披露宴を挙げた思い出の場所にもなります。我々昭和のプロレスに親しんできた世代としては本当に思い出の地でございまして、この場におきまして今日記者会見ができることを本当に嬉しく思います。そして気持ちも非常に上がっております。さてそれではですね、今日の会見まずはじめにドラディションからの発表がございます。本日9月8日より藤波辰爾公式 LINE アカウントのサービスがスタートいたしました。藤波辰爾トラディションの最新情報や藤波辰爾50周年ツアー情報などを分かりやすくお届けいたします。また公式 LINE アカウント限定のグッズやオリジナルアメコミ連載などさまざまな限定コンテンツがお楽しみいただけます。この LINE アカウントアットマークの辰爾ドラゴンで検索をしていただき、藤波辰爾公式アカウントを友達登録してぜひお楽しみいただきたいと思います。それからもう一つ、藤波辰爾公式のファンクラブドラゴンファミリーが2022年10月からスタートすることが決定いたしました。会員限定特典やドラディション観戦チケットの先行販売などさまざまなサービスが提供予定となっております。詳しい情報はドラディション公式ホームページ SNS で随時発表させていただきます。こちらもご期待ください。さらに藤波辰爾の公式 YouTube チャンネルドラゴンチャンネルという名称でスタートすることになりました。こちらはですね、プロレス、それから城、さらには食など藤波辰爾選手が愛するものを楽しみながらお届けするチャンネルとなります。そして9月8日本日20時夜の8時ですね、初回が配信開始となります。藤波選手の50年目の新たな分野への挑戦、どうぞご期待ください。さらに藤波辰爾デビュー50周年イヤーを締めくくる12月1日代々木大会に向けてクラウドファンディングがいよいよスタートいたします。通常ゲットできない記念グッズや配信限定マッチなどの体験を提供するクラウドファンディングが9月の中旬よりスタートしてまいります。詳しいことは随時ドラディションの公式ホームページ、さらには SNS で発表いたします。ぜひ皆様ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。以上、まずはじめに私からドラディションについての発表ごとでございました。さてそれではこれよりドラディション12月1日代々木大会の発表に移らせていただきます。2021年10月よりスタートしました藤波辰爾デビュー50周年記念ツアーザ・ネバーギブアップツアー、いよいよ最終戦を迎えます。本大会は激落ちくんなどでおなじみのレック株式会社様がメインスポンサーとなり開催されます。そして今回12月1日代々木大会の正式タイトルがザ・ネバーギブアップツアーファイナル、レック株式会社プレゼンツドラゴンエキスポ1971となりました。今大会は昭和平成令和をリングで戦い続けてきました藤波辰爾選手からプロレスを愛する全ての人に捧げるプロレス万博という形になります。昔も今も輝き続けるプロレスの魅力に時代の隔たりは関係ない、その思いをプロレスの進歩と調和の合言葉に込めて全てのプロレスファンに藤波辰爾選手が贈る50年分の感謝の祭典でございます。藤波選手がデビューした1971年に思いを馳せまして、プロレスが持つ醍醐味を味わい尽くす大会となります。そしてこの度12月1日レック株式会社プレゼンツドラゴンエキスポ1971のメインイベントで行われます藤波辰爾デビュー50周年記念試合ファイナルの対戦カードが決定いたしましたので、ここに発表させていただきます。まずそのカード発表の前に、今大会のメインスポンサーで本日の会見の立ち会い人を務めますレック株式会社代表取締役社長永森隆樹様にご入場いただきます。では永森様、よろしくお願いいたします。傷だらけで立ち向かう相手
では続きまして藤波辰爾選手にご入場いただきます。どうぞ。はい、それでは最後に藤波辰爾デビュー50周年記念試合ファイナルにて藤波選手と対戦することが決定いたしました。対戦相手でございます、新日本プロレスの棚橋弘選手の登場です。どうぞ。はい、それではお三方揃いました。改めて発表させていただきます。2022年12月1日国立代々木競技場第2体育館にて開催されますザ・ネバーギブアップツアーファイナルレック株式会社プレゼンツドラゴンエクスポ1971メインイベントで行われるのは藤波辰爾デビュー50周年記念試合ファイナル。対戦カードは藤波辰爾 VS 棚橋弘のシングルマッチに決定しましたことをここにお知らせいたします。では正式決定となりました。まあ、今年5月の大会で藤波選手がシングルマッチをやりたいというお気持ちがありました。そしてそれに対して棚橋選手が応えるという場面がございまして、今回正式決定の運びとなりました。ではこの正式決定を受けまして両選手からまずコメントをいただきたいと思います。藤波選手からお願いいたします。本日はありがとうございます。久々の、会見ということで、非常にこう自分自身が、ちょっと気持ちもちょっと焦り気味ですけど、まあ、とにかく今回自分が50周年というこの記念大会の時に、まず5月の大会の時に、まあ、自分自身がまあ、上がる場面、まあ、ちょっと自分が欠場という中で、棚橋君に、代わりにジムに上がってもらって、まあ、その中の最後の場面で自分がジムに上がるっていう、まあ、そういうきっかけができた中で、まあ、どうしてもああいうジムに上がってしまうと我々どうしてもレスラーって、まあ、今までずっと長い経験の中でつい、まあ、どっかにでも本音としては自分の心の中にあったんですよね。今度自分が記念大会で上がるときには、とにかく一回、まあ、ずっとタグないし、シックスメンという中でこうやってたので、一回シングルでも一回やってみたいなって、その対戦相手というのが、自分がやっぱり気持ちの中であった、長年ずっと新日本プロレスの入門当時から、ずっと僕が見てきた、棚橋君。もうとにかく自分が新日本を離れてから目まぐるしい成長とか今新日本プロレスのトップを今走っているわけですよ。その自分が今この状況を迎えた中で、今の新日のトップの選手と当たったらどうだろうかっていう、一回自分の中でもう一回ちょっとこう自分の試しっていうか、一回自分でそのシングルを試してみたいなっていう、まあ、そういう気持ちから、まあ、ああいう、まあ、リップサービスじゃないんだけど、やっぱコロナ禍にあったんでしょう。まあ、それがだから今回こういう形で、タナシ君がこの場にまあこうやって座ってくれたっていうことに関して本当に、感謝をしたいんですが、とにかく自分自身が言ったからにはただ単にご自身の記念大会にねするんじゃなくて、やっぱりそこに何かを残さなきゃいけないっていう、自分の中でこれはもう一つ勝負に出ていこうっていう、まあ、それをだから自分の中で、まあ、一応現役を続行する意味ではいい機会ができたのかなというふうに思います。とにかく、
それと先ほどちょっとこう、ご説明あった通り、自分が昭和45年日本プロレスに入門して、で猪木さんと一緒にこう新日本プロレスを畑に参加させてもらって、とにかくプロレスに自分は育てられました。大好きなプロレスにこうやって今まだ現役として育ってるんですが、とにかくこれも皆さんと同時に、日本全国のプロレスファンの皆さんにね、支えられてプロレスまで来ました。もうそのファンの皆様に自分がやってきた50周年がどこかで垣間見れるような大会を開催したいっていう、今回だから最後ファイナルは、代々木の第二競技場というね、ああいうまたおしゃれな場所にこうさせてもらったんですが、とにかくあのファンと共に50年というね、プロレスを振り返るとか、まあ、自分自身は一つの勝負としてね、リングに立ちたいと思いますので、どうぞあのご期待と同時によろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。はい、藤波選手ありがとうございました。では続きまして、はい、それとちょっと今あの気持ちが焦った中で、言いそびれました。今回のこの大会に、レック中本選手本当にありがとうございました。あの自分の大会の中でまずいち早く本当に、協賛というかもうスポンサーもうメインスポンサーであるこういう冠工業に名乗り上げてくれて本当に、自分自身のありがとう感謝したいと思います。本当にありがとうございます。はい、よろしいですか。では続きまして、藤波選手のことを大変慕っています新日本プロレスの棚橋宏選手からコメントをいただきたいと思います。棚橋選手よろしくお願いします。新日本プロレス100年に一人の逸材棚橋宏です。今日は、会見に呼んでいただきましてありがとうございます。心の底から光栄に思います。僕が新日本プロレスを目指す理由、プロレスラーになる理由、藤波さん、武藤さん、こう新日本プロレスでこう正統派と言われるプロレスラーに憧れて、藤波さんの肉体美に憧れて、一生懸命トレーニングして新日本プロレスに入門して、2人の背中を追いかけてきましたけども、こうして藤波さんとシングルができるっていうのは、あの本当に貴重で、僕の人生の財産になるんじゃないか、宝になるんじゃないかっていう、もうそういう気持ちでいますけども、藤波さんはしっかりね、こういう大会でもコンディションを合わせて、練習鍛錬されてくる方なので、僕もできる限りしっかりコンディションを上げていって、もう願望ですけども腹筋バキバキにして、藤波さんが棚橋の体にジェラシーを抱くような、はい、ね、今新日本プロレスもどんどん若い選手が出てきて、世代闘争、ね、そういうところもいろいろあるんですけども、分断構想、世代闘争あるんですけども、その藤波さんと棚橋というこう、もう今の現役選手、若い選手からしたら、もう、なんだろう、もう本当に異次元の世界観というかね、出せるような気がするので、もう本当に60分フルタイムドローの気持ちで、全力で戦います。以上です。はい、ありがとうございました。では両選手に挟まれる形になりました。本会見の立ち会い人、レック株式会社長森隆樹様よりコメントをいただきたいと思います。では長森様、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。レック株式会社の長森と申します。普段から弊社の商品ご愛顧いただき誠にありがとうございます。私もですね、私事で恐縮なんですけども、
私あの1971年生まれでして、ちょうど藤波さんがデビューされた年に私誕生しておりまして、まあ、あの勝手に自分の中でいろんなあの思いを持っておりまして、タイトルに1971というタイトルが入っておりましたので、まあ、本当にあの協賛をですね、まあ、させていただいてよかったなというふうに強く感じております。それであの今ですね、非常にあの未曾有の円安の厳しい状況になっておりまして、弊社のような内需企業はですね、まあ、かなり厳しい状況に置かれてはいるんですけども、まあ、皆さん自身もいろいろ今もう物価高ですとかいろんなところでコストが非常に跳ね上がっておりまして、皆さんそれぞれのご家庭の家庭も大変やり取り、家計のやり取りが大変厳しい状況ではあると思うんですが、その家計をですね、うまくなんとかやりくりをしていただいてですね、この藤波さんと田中さんのこのシングルマッチ、このスーパーカードをですね、ぜひ会場でですね、チケットをちょっとお買い求めいただいて、ご観戦いただければ、次このカードが実現するかどうかは分かりません。分からないですが、この今この瞬間をですね、なかなかこの先に回せないスーパーカードなもんですから、ぜひ一人でも多くの方に会場にお越しいただいて、このシングルマッチをご観戦いただければと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きましては質疑応答に参りたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、媒体名お名前をおっしゃった上でお願いいたします。それでは質疑応答を受け付けたいと思います。ご質問ある方いかがでしょうか。はい、どうぞ。お前さん、はい、はい、そうですね、まあ、先週に、思うある気持ちは尊敬ですね、はい、あとはその僕はじめ、プレスラーを目指す人がたくさんいるということですね。でプレスラーになった後もやはりこう大型の外国人選手、身体能力の高い選手、ね、いっぱいいる中でどう戦っていくかっていう、ね、諦めずに立ち向かっていく、粘り強かったっていう、そういうね、僕は本当、藤波さんの背中を見せてもらって、はい、ちょっとね、藤波さんよりは辛くなってしまったんですけども、戦って、プロスの試合で戦っていく上で大きなヒントをいただいたので、はい、今でも憧れであり尊敬の対象であるんですけども、僕はプロスラーになっているので、はい、そこはしっかりねシングルマッチで気持ちを切り替えていきたいと思います。はい、よろしいですか。大丈夫ですか。よろしいですか。はい、それでは他に、はい、どうぞ。と入門してからと、まあ、僕は昭和45年アントニオ猪木さんに憧れてね取った時とはちょっと状況が変わってきましたけど、とにかくまあ一人の選手を自分がこう出すという憧れた時の気持ちは多分、うん、自分でまあ勝手に思ってるんですが一緒なのかなという、まあ、そういう中で今回こういう形で今対戦が決まったという中で、僕は何年前かな、1988年の横浜で猪木さんに僕は挑んだ時っていうのか、まあ、あの時はもう状況は逆だったんですけど、あの時の気持ちが、まあ、ある分猪木さん自身が本来僕はああいう戦いがあの時の猪木さんが挑戦者として受けてくれるかって多分僕の場合無理かなっていう半々だったんですよね。でもそれがああいう形で実現したっていう中にね、まあ、とにかくあの時の猪木さんの心境っていうか、まあ、これ逆なんで今回は僕は田中君を応援した方ですから、まあ、そういう中で今回その猪木さんというと横まで戦ったあの心境で 8.8 の気持ちで、今回はまたリングに立ちたいと思います。
伝えたいもの、これはまあ、試合の中でどれだけのものが、また、林君がどういうものを吸収するかまあ分かりませんけど、とにかく、本当にこう記念大会みたいな、まあ、先ほど冒頭言いましたけど、まあ、自分自身にこうプレッシャーかけるわけじゃないんですけどね、うん、やっぱり、プロレスって今、新日本プロレスはずっと培ってきたものを、自分の中で、リング上に、一つ二つ、本当に自分が、あまり自分自身が、特別にもね、器用なことはできませんので、まあ、自分が今までずっと猪木さんから教わったこととか、まあ、新日本プロレスの道場でね、やってきたことが、多分、いい形でこう出せればなという、まあ、それには、先ほど、田橋君が言った、ね、リング上、その当日に、僕はジェラシーを感じるような、僕にこの体をバキバキにしてリングがある、まあ、僕も以前、10年入りの時に、まあ、そういう一つの体に自分自身が目指して作ってきた、そういう部分で、まだ時間がありますんでね、自分自身ももうちょっと体、自分自身で久々、今度は作り直さない、鍛え直さないといけないなという気持ちなんですので、とにかく、今、まあ、だからってあんまりこうね、気を負うことなく、自分の中で、ジュニアの人たちを迎えたいと思います。よろしいですか。はい、他にご質問いかがでしょうか。はい、では後ろの方。藤波さんに質問なんですけれども、はい、田中選手が先ほどその60分フルタイムのローで行くぐらいのつもりで、うん、挑むというふうにおっしゃってたんですけど、はい、それに関しては藤波さんとしてはいかがですか。いや、まあ、そのことでね、まあ、僕はもうあの時はちょうど猪木さんとか、僕は34歳だった、猪木さんがちょうど10歳違うんでね、40歳、まあ、その時はもう僕ははるかにその今年を超えてますんでね、かなりが今その60分といった時に俺がおっとと思ったんですけどね、とにかくそれぐらい選手はリングに上がる時というのはある程度幅を持って戦える余力も余力を持っていけなきゃいけないんでね、まあ、そういう自分で覚悟だけはしておきたいと思います。よろしいですか。はい、では続けて、最前列の方、よろしいですか。あ、大丈夫です、ね、大丈夫ですか。はい、ではそのお隣参りましょう。あ、田内さん、先ほどその60分の点のつもりでっていう発言してましたけども、はいはい、その中にはやっぱり藤波さんもできるだけたくさんこう堪能したいっていう思いもあるのかなと思います。はい、じゃあまさにその通りで、やっぱりこう、藤波さんの立ち姿、ロックアップ、ヘッドロック、もう基本的な技のすべて、ロープワークも一つ一つがとっても美しくて、で本当に全プロレスラーのお手本というか、その所作も、もう、ね、間近で見られるわけだし、はい、だから本当にそういう勝負論ももちろんそうなんですけども、それ以外の部分でね、僕にしか味わえない特権なので、はい、という意味で60分無制限でもいいんですけども、やっぱりこう藤波さんと猪木さんの横浜の60分っていうのは本当に体力面でも技術面でも、もう歴史に残る、ね、60分というか、はい、なのでちょっとね、イメージしやすいかなと思って言わせていただきました。本当にドラゴン殺法、ドラゴンスクールとか武藤さんとかね、ありますけども、ね、使われて、本当にイメージはあるんですけども、直接教えてもらったのは僕だけと思ってるので、はい、意思相伝というか、まあ、僕経由でレオナ君に行くかもしれないですけども、一回兄弟子という形で。はい、本当に藤波さんの
戦い方、ドラゴンサップを含めて僕は自分のプレスの幅を広げられたなと思ってます。よろしいですか。はい、では後方の方、先ほど手を挙げられました、田中選手にお聞きしたいんですけれども、はい、ちょっとデータを遡ったところ、藤波選手とのシングルマッチが、はい、2002年が最後ということで、はい、まあ、20年ぶりということになると思うんですけど、そちらに関してはいかがですか。はい、その20年前、本当に赤タイツで、今よりもね、きっと体力もあって、パワーもあったんだとは思うんですけども、全くかなう気がしなくて、うん、でもやっぱりこう20年戦ってきて、ね、藤波さんのキャリアには、ね、まだ半分も及ばないですけども、このキャリアを通して身につけてきたものを、っていうものを、藤波さんにぶつけたいなと、はい、思います。そして、先ほども言いましたけども、ね、僕らの世代と今下の世代とか、もっと若い世代で世代闘争だったりとかあるんですけども、もうその藤波さんと僕の間の世代の戦いっていうものが、熱を埋めたらもう本当に幅広いなんかこう視点でプレスが楽しめるんじゃないかなと思うので、そういった部分も大いに期待して頑張りたいと思います。はい、はい、よろしいですか。他にご質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。藤波さんに質問なんですけども、はい、田中選手との思い出のエピソードみたいなものがもしあれば。思い出のエピソード、はい、ずいぶんもうこれも何年前なのかな、一回箱根でね、はい、合宿っていうのか、ちょっとこう、2、3日と一緒にこう、練習とかあったんだけど、まあ、その時もまだビビじゃなかったんだけどね、でもあの時の、やっぱり彼自身が、やっぱりそれとやっぱり自分自身がこう、期待している中で、やっぱり新日本プロレスっていう、やっぱりみんなこう、歴史の中で、時が経つにつれて、やっぱりこう、動きとか、レシングが変わってきても、やっぱり新日本プロレスってやっぱり元々の猪木さんがリングがね、リングの新日本プロレスの道場にやっぱりこうストロングスタイルっていうのか、それみんなやっぱりその持ってるんですよね。だからそれがやっぱりどっかにこう伝えてもみんな染み込んでいるんでしょうけど、まあとにかくかなりの思い出っていうのは、だからとにかくやっぱり本筋だけっていうのかな、やっぱ本来の新日本プロレスっていうのがどういうものなのかっていうのは、まあ、それをこう持ち続けてるっていうのか、本当にこれっていうね、なんかエピソード今ちょっとこう思い出せないんですけど、だから箱根のことだけはね、僕の今こう今とっとで言われて、箱根のことだけはもう心に浮かんできましたね。はい、同じ質問を田中選手にもお願いしたいんですけども。いやー、そうですね、僕は初めて G1 クライマックスに出場した時に、まあヤングライオン勝手にね卒業宣言して勝手に赤タイツ履いてっていうだけの、まあ、キャリア2年の若手だったので、このまま G1 に出場しても何も期待感は生まれないなと思ったので、急遽藤波さんにお願いして、G1 の、直前に道場でねいろいろ教えを教えてもらった、でそれをね快く受けていた藤波さんっていうところで、まずそこがね、本当に田中宏っていうレスラーの分岐点だったなっていうのはね、思いますね。はい、うん、よろしいですか。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答は以上とさせていただきます。ではこの後はフォトセッションへと参ります。フォトセッションはですね、まず初めにスチール撮影、その後で映像撮影と順番を決めさせていただきますのでご了承ください。では準備が整いますまでしばしお待ちください。少年のままの眼差しで、I never give up。
けよ。